はい、皆さんこんにちは、グラバーアーティストシンです。こちらのバラっていうお花をね使ったブーケをね作っていきたいと思います。もちろんこのねバラだけでもブーケを作ることはできるんですけれど、このねバラに他の花をねミックスすることで、これよりねこのバラの花のこう美しさとか可憐さとか素敵さが引き出されるんですよ。だから今日はこちらのネリネっていう花の白と、こちらのスターチースのねハイブリッド版ハイブリッドスターチースを混ぜてブーケにしていきたい。ここでワンポイントアドバイスです。こちらネリネっていうお花、さっき紹介したお花なんですけれども、今ここにこういうなんかケバケバがついてたり花粉がここについてたりしますよね。これをねこう綺麗にこう取ってあげることによって、こうものすごくねこう花が綺麗になりますよね。すごい透き通った白になります。すべてねこういう前処理をすることによって、このブーケはねより美しくね仕上げることができます。これ結構大変なんだよね。だいたい俺花粉症だしね。はい、こちらね先ほど紹介したハイブリッドスターチースですけれども、こういうスプレー咲きっていうんですけどね、こういう放射状に茎がなってますよね。この茎このまんまだとブーケにしにくいんですね。ですからこういうパーツに分けていきます。その分けたついでにこの下についてる葉っぱとかこう余計なものは取ってしまいましょう。これを作業を、先にしとくと、しとかないとブーケはきれいにできません。ですのでこういうね前処理を全ての花材でしておきます。結構これも花粉がダメ。続いて先ほど紹介するの忘れちゃったんですけど、このねドラセナンっていう葉っぱを一緒にこう入れます。その時に今回はこのドラセナは全てこのように1枚ずつにね分けてしまいます。デザインによってはこう1枚を残しておいて長く使うなんていう時もね僕はよく言ってるんですけど、今回のブーケに関しては全てこうパーツに分けてしまって良いです。パーツに分けましょう。はい、ではねブーケを制作していきます。ブーケはまず最初にこうバラをね位置に持ちます。そしたら先ほどこうパーツにしたドラセナですね、これをこのように持って刃先をこう握り込みます。これをねこうブーケバラの周り一周同じようにこのように丸めていきましょう。そしたらこう次のねバラをまたここに入れます。まあ、要するにこのハランじゃないドラセナはこのバラとバラの花をくっつけないためのフラワークッションということですね。でもちろんこう茎はねスパイラルに組んでいきます。スパイラルはまた別動画でしっかりと撮って紹介してますので、そちらをご覧ください。パソコンの方は上に、スパイラルの動画を行く、でパソコンの方はこちらをクリックしていただいて、スマートフォンの方は下のリンクからご覧ください。そしたら、次にまたこのバラをね入れます。そしてこういう状態ですね。そしたらこの辺りで、先ほどこう細かくしたリモニウムですね、これを間に入れていきましょう。こういうような状態ですね。そしたらまた先ほどのドラセナの葉っぱを同じようにこう丸め込みます、丸め込みます握り込みます。丸め込んじゃいます。こんな状態ですね。そしたらまたバラをね入れていきます。
バラを入れたらリモネンもこの周りに入れていきます。こういう状態ですね。そしたらまたこれ繰り返しなんですけど、またドラセナの葉っぱを周りに握り込んでいきます。こういう状態ですね。こういう状態になりますね。そしたらここで先ほどの練り目をこの外側にね、こう入れていきます。こういう状態ですね。綺麗ですね。そしたらこの外側に最後丸めないこういうドラセナの葉っぱを入れていきます。はい、こういう状態です。そしたら最後にこのハイブリッドチーズを少しね、この出た葉っぱとなじませるような感じでこの辺りに入れていきます。はい、出来上がりました。さあ最後にステムを切ってで結束をします。はい、では器に入れて撮影してみましょう。はい、今日はね、こういう可愛いバラとネリネのブーケが出来上がりました。また次回ね、可愛いブーケとかアレンジメントを制作していきますので、ぜひ次回もご覧ください。ではね、また次回お会いしましょう。 See you next time. やっぱりバラは可愛いね。